日本人が自力で稼ぐスキルを身につけるならアマゾン輸出が一番。しかし輸出って何から手をつければいいのかわからないし難しそう。そんなあなたに朗報です。1ヶ月でオーストラリアアマゾンで販売するスキルが身につくサポート付きマニュアルの特別モニターを募集中です。今年はアマゾン輸出を始めて自力で稼ぐスキルを身につけましょう。オーストラリアアマゾン輸出マニュアル、このね項目目次ドーンと並んでいます。まあ、ただこれ並んでいますけど PDF800 ページとかね、動画3000本、ね、それが一気にドーンと届いてね、何から手をつければいいのこれというようなね、使いにくいマニュアルではありません。このマニュアルは週3回、ね、月曜、水曜、金曜日のサポートメルマガで配信します。このね、サポートメルマガは、初心者の、ね、未経験の初心者の方におすすめのペースで、サポートメールマガジンでお届けします。届いた内容に合わせて進めてください。ね、1ヶ月でオーストラリアアマゾンで販売できるようになります。たくさんの項目があり、どこから手をつけていいのかわからない。まあ、そんなことがないように、また最新の情報を届けるための仕組みです。マニュアルは、まあ、ペーパル購読手続き後に、すぐに全項目は閲覧可能です。経験者は自分のペースでマニュアルの必要項目をチェックして、マイペースでオーストラリアアマゾン輸出に取り組んでください。アマゾンではシステム変更やポリシー変更が頻繁にあります。昨日までは問題なかった商品が扱うと危険な商品に変更されることがあります。また、昨日までは問題なかったノウハウが危険なノウハウに変化することがあります。まあそういう情報をいち早くお届けできるように週3回、月曜、水曜、金曜日にサポートメールマガジンを配信しています。それからこのマニュアル、あるいはサポートメールマガジンを見て、疑問があったら、チャットワークのサポートをお付けしてますんで、お気軽にご相談ください。回数無制限です。こういうふうにね、なんかわかりませんというときはね、私とやりとりして、しかもこれ時間を見てもらうとわかると思うんですけどね、23時1分、23時2分とか、まあ基本的にパソコンの前に行ってね、すぐに応答できるときには応答してます。また、調べるのが必要とかそういう場合もね、一番長くても48時間以内にお返事してます。だから疑問はすぐに解決しますんで、何でもお気軽に気づいたこと、ね、確認したいこと、ご相談ください。メールとは比較にならないレスポンスの良さで相談可能です。これら、マニュアルと、それから、チャットワークサポート。あとね、パスワードをかけた会員用のページがあります。それらを使ってサポートしていく項目です。まずアカウント管理、アカウント登録。初心者向けに丁寧に手取り足取りサポートします。わかりにくい Amazon の説明を読み違えたり勘違いすると英語がわかってもなかなか登録できなかったりします。英語ではっきりね、中国語、英語、スペイン語、日本語、英語で書類は OK と書いてあってもね、送ってみたら英語じゃなきゃわかるわけないじゃんって返事来たりとかね、銀行口座の明細を出してくださいと言って銀行口座明細出したらね、これは銀行口座明細じゃないと、ね、日本の銀行口座明細を見たことないみたくてね、そういうダメとか、まあ、そういうことね、たくさんあります。ただ、私は何度も登録してますんでね、初めての時はじゃあ何出すんだよとか迷うとこですし、わからない。聞いてもわかんないね。何しろサポーターは日本の書類とかね、日本語とか理解できませんのでね、わからないというのも、まあ、私に聞けば何百人も登録してることですから、問題なく登録するサポートをしてます。もうこれはね、一回しかしないんで普通はね、登録は。自分で調べてね、実力をつけてもあんま意味ないんで、もう簡単なことでも私に聞いて、サクッと登録を終わらせちゃってください。それから銀行口座開設。ね、オーストラリアアマゾンの売り上げを受け取るのに、オーストラリアの銀行口座が必要です。日本にいながら、
ペオニアまたはファールドファーストというサービスを使ってオーストラリア銀行口座が開設できます。どのサービスがいいか、登録するのに何が必要なのか、それもわからなかったら何でも聞いてください。自分で調べる必要はありません。それから NG 商品、ね、登録無事終わってね、商品出しても送れない商品ね、仕入れても、日本から送ることができないですし、売れない商品送ってもねしょうがないと。まあ、NG 商品には大きく分けて3種類の商品があります。まず輸送 NG 商品、郵便局が輸送を受け付けてくれなくて輸出ができない、つまり運べない商品、例えばリチウムイオン電池なんてそうですね。それからオーストラリア NG 商品、ね、輸送することは可能であるがオーストラリアで税関を通らない、あるいはオーストラリア国内で販売できない、オーストラリア国内事情による NG 商品、例えば肉、野菜、果物、生のものは NG、 あるいは加工品でもね、種類によっては NG、 それからサメを使った商品は NG とか、まあ、そういうオーストラリアの固有の事情があります。それからアマゾン NG 商品、ね、輸送もオーストラリア国内での販売も問題ないが、アマゾンが販売を禁止している商品、ね、まあ、いろんな事情とか大人の事情で売れるはずなのに売れないとか、許可が必要というような商品もあります。これらの NG 商品は今まで問題なかったのがいつの間にか NG になったり、逆に今まで NG だったのにいつの間にか OK になる商品もあります。私の元にはこれらの情報が集まりますので、変化があり次第会員の皆様にお知らせしています。それから購入者からの問い合わせに対する対応と、ね、日本の常識は世界の非常識、 Amazon の常識は世界の非常識、評価を買わない、これね、今この段階ではまだわからないでしょうけど、普通に日本の常識で親切な対応をすると Amazon にアカウントを削除されます。恐ろしいことですけどそういう風になってます。商品ページへの質問、売り込み返信は不要と、まあ、返事をしなきゃいけない、文書、返事はするけど普通に考えたら、するであろう親切な返事をしてはいけない返事、難しいです。これは分かってないとね、地雷を踏んじゃうとこなんで、地雷を踏むことがないように、Amazon で生き残るためにはコツがありますので、Amazon で生き残るための対応方法をサポートします。またそれは Amazon からの問い合わせに対する対応、あるいは Amazon に質問していい質問なのか、Amazon に質問しちゃいけないことを質問しようとしているのか、これまた日本の常識は世界の非常識、アマゾンの常識は世界の非常識ということでね、普通これ確認するでしょうというのを確認したばっかりにアカウント削除された人もいます、ね、まあ、逆にこれ質問されてね、返事しなきゃまずいんじゃないのと、ね、いやいやそれ返事するとまずくてしかとした方がいいんですよというのをね、バカ丁寧に返事してアカウント削除されちゃった人もいます。まあ、普通に私のサポートを受けていただいて、私とね、私に報告してどういう返事をしましょうと相談していれば何の問題もないですけど、世の中にはね、自分の判断で、あるいは常識で判断して、Amazon とのやり取りをしてアカウント削除されている人がたくさんいます。まあ、そうならないように Amazon で生き残るためにはコツがありますので、 Amazon で生き残るための対応方法をサポートします。まあ、こういうのサポートつけてますんで、オーストラリアアマゾンで、ね、無事乗り切って儲けることができます。まずここをクリックしてオーストラリアアマゾン質問マニュアル特別モニター募集ページを見てください。どんな商品がオーストラリアで高く売れているのか、その特別モニターっていくらかかっていくらかかって、どういう支払い方法なのか、まあ、そういうことが確認できます。まあ、今動画で見ててね、動画のここをクリックしても何も起こらないよという方はね、説明欄の URL そちらをクリックしてください。以上、転売アカデミー堀秀夫でした。